ビタモモを覗かせるサービスショットを披露。歌手で俳優の鈴木愛理さんが17日にインスタグラムを更新しました。鈴木さんは15日にテレビ東京で放送された生音楽特番テレ東60祭りミュージックフェスティバル2023から一生聴きたい昭和平成令和ヒット曲100連発からに出演し、番組内でのオフショットをファンに公開しました。インスタグラムでは番組の舞台裏や共演者とのツーショットなどを披露しています。鈴木さんは番組で恋のヘキサゴンを歌い、楽しい時間でした、皆さんにも感謝していますとコメントし、視聴者からも好評を得ました。ファンからは鈴木さんの歌声が素敵、番組を見て感動した、鈴木さんと共演者の仲が良くて嬉しいなどの声が寄せられています。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。